おはは。は。ようございい。ます。すす。ここんんんんにちはこんばんはやのです今日は保育士試験過去問令和5年前期子どもの食と栄養問い1食生活指針について解説を行いました食育に関する国の方針というのは定期的に出されますので最新の情報を必ずチェックするようにしましょうそれではどうぞ「2023年前期子どもの食と栄養問い1」 次のうち、食生活指針、平成28年、文部科学省、厚生労働省、農林水産省の食生活指針の実践の一部として、正しいものを丸、誤ったものを罰とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。A、動物、植物、魚由来の脂肪をバランスよく取りましょう。B、特に若年女性の痩せ、高齢者の肥満にも気をつけましょう。 C、夜食や間食は取りすぎないようにしましょう。D、たっぷり野菜と毎日の果物でタンパク質、炭水化物を取りましょう。この問題正解は3番の丸、×丸、×です。今日も深掘り解説していきます。まず食生活指針とは何なのかということなんですが、先ほども出てきた3つの象徴ありました。 平成12年3月に文部省、厚生省、農林水産省が連携して策定した望ましい食生活のあり方というのを示した指針ですで。文部省は現在文部科学省、厚生省は厚生労働省と名前が変わっています。食生活指針の目的としては国民の健康の増進、生活の質の向上、食料の安定確保というのが挙げられています。 後ほど紹介しますが、10項目、これがあって、それがさらに細かく目標を分かれているという感じです。で、食生活指針、改定がされていまして、今使われている最新版が平成28年6月、7年前に改定されたのが最新版となっています。食生活指針というのは平成12年に突然作られたものではなくて、いろいろな政策があった中で策定されたものになります。 まずはじめ、昭和60年、健康づくりのための食生活指針というものが策定されました。そして4年後、平成2年に対象特性別の食生活指針というものが出されます。対象特性というのは男女、女性だったらこうとか男性だったらこうっていうものとか、幼児だったらこう、高齢者だったらこう、みたいな感じで、その人によって内容が変わってくるという感じです。そしていよいよ平成12年に食生活指針が策定されます。 そしてこの制作の中で平成17年食事バランスガイドが作成されます。食事バランスガイドってこのよく見るコマの形になっているものですね。バランスよく食べましょうっていうもので、この内容もね、保育士試験ではよく出てきて、この主食の5から7とか、この紐の部分はどうとか、主軸は何になっているとかいうのも出てきますので、別の動画で紹介したいと思います。 そして平成28年食生活指針が改定され現在も使われていますで。最初に食生活指針10項目あると言ったんですが読み上げますね。食事を楽しみましょう。1日の食事のリズムから健やかな生活リズムを適度な運動とバランスの良い食事で適正体重の維持を主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを ご飯などの穀類をしっかりと、野菜、果物、牛乳、乳製品、豆類、魚なども組み合わせて、食塩は控えめに、脂肪は質と量を考えて、日本の食文化や地域の産物を生かし、強度の味の継承を、食料資源を大切に、無駄や廃棄の少ない食生活を、食に関する理解を深め、食生活を見直してみましょう。このような10項目となっています。 こちらが実際の食生活指針になります。左側の四角で囲まれた文章が先ほどの10項目のもので、右側、食生活指針の実践と書いてあるのがさらに細かい内容になっています。問題文で食生活指針の実践の一部として正しいものってあったのはこの右側の内容になりますで。ここ探してみると、問題文の A、B、C、D に当てはまりそうなところが出てきます。A が、 動物、植物、魚由来の脂肪をバランスよく取りましょう。これ正解ですね。B が、特に若年女性の痩せ、高齢者の低栄養にも気をつけましょう。これが、高齢者の肥満って書いてありましたね。B の部分、×になります。C、夜食や間食は取りすぎないようにしましょう。これはだいたいわかりましたかね。文章のまま正解です。そして D が、 たっぷり野菜と毎日の果物でビタミン、ミネラル、食物繊維を取りましょう。これも問題文と少し違いますね。詳しく説明をしていきます。問題文の高齢者の肥満という部分が正しくは高齢者の低栄養でした。で高齢の方って肥満の、ね、イメージもあるかもしれないんですけども、実は年齢が上がっていくごとに肥満の方は減ってきて、 低体重、痩せている方が増えているっていうデータが出ています。 で、これなぜかというと、高齢になってくると胃腸とかがね、弱ってきますよね。それから噛む力とか歯が衰えることによって食への興味が失われていく。それによって食べる量が減ったりですとか、あとは体を動かすのがね、辛くなってくるので、運動不足によってお腹が減らないなどの理由が挙げられます。それによって栄養が足りずに骨粗鬆症になってしまったりとか、他のね、病気を併発してしまうという恐れがあります。 続いて問題文 D の部分。たっぷり野菜と毎日の果物で、タンパク質、炭水化物を取りましょう。となっていました。この3色食品群の図なんですけど、見ていただくと、タンパク質っていうのは、右上のこの部分ですね。魚やお肉、卵が含まれている赤の部分になります。そして炭水化物は、こちら。ご飯、パン、お芋、それから麺とかね、主食が含まれる黄色になります。 ということで、野菜と果物っていうのは緑色、下の部分ですので、この文章が間違っているということになります。正しくは、たっぷり野菜と毎日の果物で、ビタミン、ミネラル、食物繊維を取りましょうとなりますで。この3色食品群については、また別の動画で紹介していますので、よかったらそちらもご覧ください。問題文に戻ります。 食生活指針。食生活指針の実践の一部として正しいものを丸、誤ったものを罰とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。A は文章の通り正解です。B が、特に若年女性の痩せ、高齢者の低栄養にも気をつけましょう。C、夜食や間食は取りすぎないようにしましょう。皆さん大丈夫ですか ?D は、たっぷり野菜と毎日の果物で。ここが、ビタミン、ミネラル、食物繊維を取りましょう。 ということで、正解が〇、丸×丸×三3番となります。